サノバビッチワンファーということで、トーコ先輩ルート7回目やっていこう。星名宅のところからだね。いやーもうこのままなんか一つなんか間違って例のシーンとか入ってほしいんだけどまあそういうのはねないだろうから、まあこの星名宅でまあ映画とか見るんだよな。どうなっていくのか、じゃあ見ていこう。戸隠先輩と並んで座り、画面をまっすぐに見つめる。舞台となる街の背景を映しながら、主要スタッフの名前と最後にタイトルが表示される OP。 まっすぐに画面を見つめる戸隠先輩の顔には、隠しきれない楽しそうな微笑みが浮かんでいた。俺も真面目に映画を見ないといけない、そう思いはするんだけど、思わず意識が引き寄せられてしまう。だが、どんな感じの映画だったの？ちょっと、なんか言ってたっけ？ちょっと待って、集中力が。やべえ。街の風景。え、なんだろうね、その、映画のジャンルは何なんだろう。いや、ダメだ。ちゃんと映画を見ないと。やばい。なんか横にいるのか、なんかどこにいるのかわかんないけど、胸の谷間に目がいっちゃうかもしれないな。大丈夫か？あれ？シュージ君？何してんの？スリーピング、まさか。ここで。お。今すぐキスして。うん。じゃないと信じたりしない。よくあるよね。よくあるよね。そう、海外映画とかでね。もう今すぐここでみたいな。今すぐキスって。けど、僕は。あ、でもこの感じなんか海外映画っぽくないな。あれ？俺、どうしたんだ？確か先輩と一緒に映画を。え？そうだ、映画！大丈夫か？いつの間にか寝てしまっていたらしい。嘘でしょ？そんなことある？え、映画これから見ようってすごい今ね、隣に東子さんもいるし緊張感あるでしょ？寝る？そこ。まだ映画は流れているものの、なんだこの BGM、 そして。雰囲気的にクライマックスっぽい。やばい。中盤からの記憶がない。キス。死んじゃう。起きた瞬間キスしちゃうよ。なかなかやべえな。だから、うん、さっきからしてって言ってるじゃない。あ、早くしろ。好きだよ。愛してる。うるさい。私の方が好きに決まってるでしょ。バカ。はい。他のな、他のカップルの、そんなのなんていらねえんだよ。キスをする二人を映しながら、カメラはどんどん遠くへ引きね。そしてエンディングの曲が流れ始めて、スタッフロールが流れ出す。終わった。さすが、評判通り結構面白かったね。トーコさん、すまねえ、うちの習字寝てたみたいだ。うちの習字何かわかんないけど寝てたみたいだ。え、あ、そうですね、さすがですよね。うん。そりゃ怒られるわ。先輩。嘘つき。嘘つき。さっきまで寝てたでしょう。気づいてましたか。すみません。気持ちよさそうな寝息だったからね。それに寝顔も。そっか、寝不足だったんだもんな、確か。なんか深夜までさ、どこ隠すかとかでね、やってたんだもんな。なんか恥ずかしいです。でもそれ、ね、寝るか本当。そうかな、見てて飽きないぐらい可愛かったよ、星名くんの寝顔。あと寝言もね。なんだ寝言、何言ってたんだろう。ね、寝言、俺なんか変なこと言ってましたか。さあどうだろうね。いや怖いな。ちょ、先輩大丈夫なんだよな。こうして笑ってくれてるってことは、ドン引きしちゃうような寝言は言ってないってことでいいんだよな。でもよかった、映画面白くて見入っちゃったよ。恋に落ちるシーンは予想よりあっさりしてたけど、おおむね満足できたかな。おお、それはよかったけどな。まあでもなんかあれだな。なんかその重大なことを寝言で言ってたらちょっと怖いけどな。まあ映画ですから、序盤よりも中盤が一番盛り上がるようにするには仕方ないかと。それにもしかしたら現実の恋もそんなものかもしれませんよ。お？何それ。
え、まさかの葵さんルート的な感じになる可能性あんの？貯めて貯めてシャープ26ぐらいまで貯めてやっと告白みたいな、やっと結ばれるみたいな。おや、その心は？気づいた時には誰かを好きになってるって、そこまではっきりとしたきっかけや理由なんて現実にはないのかもしれません。理屈で恋愛が解析できるなら、先輩も恋について興味を持ってなかったんじゃないですか？なるほど、そうなのかも。やるね、星野くん。まあ、それはそれとして、うん、星野くんにお話があります。ありますね、いろいろありますよね。あ、はい。改めて確認するけど、うん、さっき寝てたよね。怖っ、怖っ。いや、東郷さん、なんか怖っ。なんかこんな怖いキャラだったっけ？さっき寝てたよね。ちょっとなんか若干ドスが効いてる感じの。申し訳ありません。それは、うん、今日私が行くって言ったから、掃除とかで面倒をかけちゃったんだよね。ああ、いや、面倒っていうほどのことでは。やっぱりそうなんだ。ごめんね。私のわがままで。いや、でも疲れてても寝るか。だからそのお詫びも兼ねて何かお返しをしたいと思ってるんだけど。お、え、怒ってるんじゃないんですか？怒ったりしてないよ。勉強する機会はこれからもあるんだから。むしろ申し訳なく思ってる。だから何かお詫びを。いや、まあこっちの方が申し訳ないからこっちがお詫びしたいんだけど。そっか、東子さん的には、まあでもそうだよね、こういう風に思ってくれる女の子って、まあでも、まあこういう風に思わせたくないけど、まあでもいいよね。なんかこう紳士というかさ、いや、自分に落ち度があったのかもしれないみたいな風に思ってくれる人ね。なんかさ、すげえ自信満々でさ、いや、私を楽しませないのおかしいじゃんみたいなさ。ね、そういうなんかすごいエゴイズムみたいな人いるけど、たまにね。そうだ、おう、じゃあ今日の夕食は私が作ってあげるのはどう？え、先輩が？それって先輩の手作り料理が食べられるってこと？そういうことだな。ダメかな、星野くんって他の人にキッチンに入られたりするの嫌いなタイプ？いや、そんなことは。先輩の料理が食べられるのなら光栄ですけど、無理はしないでいいですよ。あれ、もしかして心配してる？安心していいよ、自炊してるからこう見えても料理は得意なんだよ。お、得意料理は何だろう？不安は抱いてません。ただ本当に迷惑じゃないかなって。全然、星野くんに恩返しをできる方が私としては嬉しいかな。先輩がそう言ってくれるならお願いしてもいいですか？うん、ありがとう。よーし、それじゃあ頑張って腕を振るっちゃうからね。おお。ところで、夕食の献立はもう決めてた？いや、具体的には何も。冷蔵庫の余り物とかで適当に作ろうかと思ってたので。そっか、じゃあちょっと冷蔵庫を見せてもらうね。嫌いなものや使うと困るものはある？いや、特には。ならどれでも使っていいってことだね。お、何が作れそうかな。冷蔵庫大丈夫？ある程度は食材あるんでしょ。でもなんか二人暮らしとかだとあんまなさそうだよね。それとも逆にいっぱいあるパターンなのかな。そうして俺は戸隠先輩とコミュニケーションを取りながら夕食について話し合った。料理なんて基本的にいつも一人で作るものだったから、なんかこういうのいいな、いいだろ。女の子に作ってもらうの。やっぱあれだよ、お前は一人頑張りすぎてたからさ、こういう時はね、甘えた方がいいよな。いや、でもさ、東子さんも一人で頑張ってたもんな。うわ、最アンドコー、最アンドコーじゃないこれ。わ、しかもいいね、この電子レンジも。てか綺麗だな。マジでさ、このキッチンもそうだしリビングもそうなんだけどさ、この家綺麗だよね、星名家。このマンションなのかわかんないけど、アパート
いやー、しかもこのお玉も綺麗すごいなこんな綺麗なお玉ある？いやいや、ね、何作ってんだろう。グツグツやってんだよ。鼻歌を歌いながら鍋に調味料を加えていく戸隠先輩。ちゃんとサジを使って量の加減を行う姿が妙に色っぽい人妻感。エプロン姿なんてめったに見られないし、何よりもそのうなじと首筋が魅惑的だ。そうだな。あとはこのちょっとね、こうエプロン姿でちょっとこう見えるこのね、こうトライアングルゾーンね、これこのバミューダトライアングルね。いやー、もう吸い込まれるからな。先輩は鍋から出汁をすくって小皿に移し、そっと唇をつける。うん、こんなものかな。星野君、味を見てもらえる？俺ですか？だって食べるのは星野君だもんね。はい、これ熱いから気をつけてね。手渡された小皿、これさっき戸隠先輩が口をつけた小皿だどうしよっか、ちょっと指でちょんちょんでいこうか。そのまま渡されたけど、これって間接キスなのでは？大丈夫だよ、間接キス一回やってるからお主、本当にいいのか？これ俺が口をつけちゃっても先輩はそのことに気づいてない？それとも俺が意識しすぎ？どうかした？あ、もしかして煮物好きじゃなかった？あ、でも東子さんそういうところルーズというか、なんか疎いというかね。あ、いいんだってところあるよね、間接キスとか。そうだよね、煮物ってなんかダサいよね。パスタとかの方が良かったかな。そんなことないぞ。どうしても日持ちしやすいものを作ることが多くなっちゃって。煮物が作れる女の子はもう絶対嫁にするってレベルだからなやっぱな、いいよね。なんかさ、この誰でも作れるようなものじゃなくて、これ煮物とか作ってそれで上手い人とかを嫁にしたいよな。もしくはそういう人から料理を学びたいよな。いや、そんなことないです。和食は好きですよ。自分でもよく作りますし、煮物最高！イエーイ！本当？よかった。それじゃあお手柔らかに。いただきます。ニコニコと見つめられながら、先輩が口をつけた小皿に俺はゆっくりと口をつけて、あ、おいしい。関節キスのドキドキを忘れて思わず口に出すくらいおいしい。先輩、おいしいですよ。お世辞でもなんでもなく。そこまで喜んでもらえるととっても嬉しいね。本当に美味しいです。俺なんかよりもずっと。俺の場合自分と父さんしか食べないから、結構目分量でやることも大きいんだろうけど、まあ味付けもな、適当とかな、まあ結構あるよね。それにしたってかなり手慣れてないとこの味は出せないんじゃないだろうか。おお。じゃあこのままもう少し煮込んじゃうね。はい、よろしくお願いします。煮込んでる間にあと小鉢系を2品ぐらい作りたいかな。小鉢系やっぱり大きなキッチンだといろいろできていいね。まさかなんかそのほうれん草のごまあえみたいなさ、一品もの作れちゃう感じ？やべえなお酒欲しくなっちゃうなそれ。いやー、ちょっとね、晩酌して東子さんとイチャイチャしたいな。ダメかてか高校生やって。あ、でもなんかこの世界の高校生酒飲めんだよな確か。あれ、どうだったっけ？ゆずソフトさんはどうだったっけ？先輩って料理が上手なんですね。だから得意だって言ったでしょ？まさかここまでとは。ちょっと侮ってた。さあさあ、料理上手のお姉さんに何か作ってほしいものはあるかな？いえ、先輩の腕を信頼して全部お任せしますよ。そう。それじゃ、鶏皮をカリカリにして。おう。あと大根もあるから、うん、決めた。鶏皮とかあるんだね。じゃあ頑張って作るね。俺に手伝えることはありますか？気にしないで、これはお礼なんだから。星野くんはゆっくりしてていいよ。じゃあなんか飲み物買ってくるとかでいいんじゃない？ダメかてか持ち場ってなんだろうそのなんていうの、ゆっくりね、リビングで待ってろってことやな。どっか行くなと。それじゃあお言葉に甘えて。慣れた包丁さばきで先輩はテキパキと料理を作っていく。これは本当に楽しみになってきたな。そして何よりこうして先輩の料理姿を見ていられるだけで楽しいというか心がほっとする。何？
あ、いや、ちょっと見とれてただけです。変なの、普通に料理してるだけだよ。いやー、もうね、形なんていうの、これあの、なんていうのこう様になるわけですよ。形じゃない、様になるな。全然普通じゃないですって。乱動です。エプロンを身につけた姿もそうだけど、何よりも俺のために作られる料理。確かに。これが嬉しくない男はいない。嬉しさで胸がいっぱいになって料理を食べられなくなりそうです。そう言ってくれるのは嬉しいけど、食べてくれないと困るよ。そうだね。けどもったいなくて、あの、写メ撮ってもいいですか。キモいわ。なんかキモいな、そこまで撮るのは構わないけど、そんな大層なものを作ってるわけじゃないってば。それにこれぐらいなら機会があればいつでも作ってあげるよ。マジっすか。 あと、もしよければ記念にエプロン姿の戸隠先輩も。いやいやいや。私なんて撮ってどうするの。もしかして夕食のおかずと一緒に夜のおかずもついでにゲット。ごめん、あのお気に入りボイス結構増えそうだわ、戸隠先輩。ダメだ、止まんねえわ。おっさんですか。年頃の女性がよくそんなとっさに下ネタ思いつきますね。でもそれじゃあ私なんかを取ってどうするの。別に何もしません。ただの記念ですよ。誰かにこうして料理を作ってもらうのは初めてなので。まあ写真を撮るぐらいなら別にいいんだけどね。何枚もパシャパシャされるとさすがに恥ずかしいかな。それじゃあ1枚だけ。先輩に断りを入れてから料理と戸隠先輩のエプロン姿の写メを撮らせてもらう。これはいい記念になる。といっても戸隠先輩が言うようなおかずには絶対に使わないけどな。いや、どうやって使うんだよ。いや、使うにしてもどうやって使うんだよ。てかさ、もう脳裏に焼き付いたあのハロウィンパーティーのあっちの方が使えるだろう。何の話だこれ。俺は何を話しているんだ。あ、終わった。なんか食べるくだりとかないんだね。今日は本当にありがとうございました、戸隠先輩。こちらこそありがとう。私のわがままで振り回しちゃってごめんね。大丈夫です。むしろありがたいです。夕食がかなり楽しみですよ。星名くんの口に合うといいんだけど。あー、そっか、食べる感想を聞く前にもう帰っちゃうのか。大丈夫です。味見もしてますし、あんなに美味しいのは初めてですよ。そう言ってもらえると嬉しいね。ちょっと照れるけど。けど本当に良かったんですか。俺の家で一緒に食べた方が先輩も楽だったんじゃ。あーね、なんで。で、材料は二人分しかなかったんだから。あ、気にせずお父さんと食べちゃって。それじゃあありがたく。まあ父さんにだけ冷凍物を食べさせるのも気が引けるしな。にしても本当に先輩って料理が上手ですね。まるでプロみたいでした。さすがにそれは言い過ぎだよ。別に専門の勉強をしたわけでもないんだから。それにしてはかなり手慣れてましたよね。まあでもさ、やっぱ一人暮らしだとさ、もうどっちかに行くよね。料理とかをこう楽しんでめちゃめちゃね、いろんな料理作れるようになるか、もう惣菜とか買いまくって弁当とか買いまくってもう不節制になるか、もう本当になんか両極端に分かれるパターンが結構多い気がするんだけど、どうなんだろう。俺が知ってる人だとね、そういう両極端な感じが多いんだけど、どうなんだろう。うちでは勉強と料理ぐらいしかすることがなかったからね。ああ。凝った料理を作ってるうちに自然とっていう感じかな。料理はともかく、先輩でも家で勉強するんですか。そりゃするよ。むしろ私はそんなに頭が良くないからね。え、人一倍勉強してようやく今の成績を維持してる。なんか意外だな。先輩ってそこまで勉強してるイメージはなかったのに。やっぱこういう人ほど裏で努力してんだな。私、自分の時間ってどうやって過ごしたらいいのかわからなくて、一人暮らしを始めるまでは大勢の子と一緒に暮らしてたから。ああ、
そういえば、先輩は親がいないんだったな。だからきっと、そういう施設で育ってきたんだろう。その頃は、プライバシーとかあんまりなくて、それはそれで不満だったんだけど。実際に自分の時間を持つようになると、持て余しちゃって。結局、勉強や料理ぐらいしかすることがなくてね。なんか、つまらなくて退屈だって改めて気づいた。それってつまり、私自身がつまらなくて退屈な、中身のない人間ってことだから。まあ、退屈ではないな、こっちは。いろんな意味でね。うん。退屈にはならないけど、まあそっか。その、自分で客観視したときに、自分で客観視ってよくわかんないけど。傍から見たら自分つまんないのかなって感じか。先輩って、自分のことを卑下しすぎじゃないですか。そうかな。でもね、私に、したいことや希望がないのも事実なんだよ。自分でもこのままじゃいけないと思って、いろいろと努力はしたんだけどね。学生会に入ったのもそういう理由。なるほど。欲がないって言ったらいいのかな。でもね、友達と一緒にいても、学生会で頑張っても、物足りないままで。だからかな。そうやって時間が過ぎた分、夢の中のあの人が浮かべる笑顔や、恋をする幸せそうな姿に、余計に興味というか憧れが。なんかごめんね。つまんない話を長々としちゃったね。星名くんが相手だと安心しちゃうというか、気が緩むというか、つい愚痴をこぼしちゃった。いやーでも、なんかモチベにつながるな、これは。うん。修二くんからしたらいい話聞いたなっていう。いえ、俺なんかでよければ、愚痴でも何でも打ち明けてください。頼られてるとはちょっと違うかもしれませんけど、先輩に打ち明けてもらえるのは光栄なことだと思ってますから。うん。ありがとう、星名くん。夢で見る女性に先輩がこだわる理由、それがなんとなく分かった気がする。俺は漠然と自分を変えたいと思っていただけだけど、先輩には手本というか目標があったからなんだろう。でも、ちょっと意外でした。先輩にそんな悩みがあっただなんて。普段からのほほんってして、悩みなんてない、能天気さんだと思ってた？まあね。はたから見たらね。そこまでひどいことは考えてませんってば。そこまで？本当に？おやおや。それじゃあ、私のことを、どういう人間だと思ってたのかな？エッチで、下ネタがうまくて、気遣いができて、なんか、たまにキラーパスしてくる、いたずらっ子な、先輩。フェローチェ先輩。それは、まあ、ちょっと無防備すぎじゃないかな、とは、思ってました。男の家で二人きりになったり、下ネタを平然と口にしたり、そうだね。いやね、結構ストレートに言うね、修二君。まあでも、こういうところちゃんと言わないとな。人当たりがいいのと、無防備は全く別物だと思います。そう？今後はもうちょっと、考えた方がいいのかな。大丈夫、そのままでいて、瞳子さん。俺は気をつけた方がいいと思います。今のままだと勘違いする男が続出しますからね。そうだね。でも正直なところ、私みたいに退屈でつまんない女の子相手に魅力を感じたりしないと思うな。何言ってるんですか。そんなこと言ったら他の女子に刺されますよ。じゃあ星名くんはこんな退屈の私にも魅力を感じたりする？魅力しかないだろう。もうある一部を見ながらな。最低なクズ野郎だ俺は。体しか見てねえ。いや体しかは見てねえわけじゃねえけどさ。いやでもねえ、まあ料理もできてね、こうなんていうのかな、守りたいくなるオーラって言ったらいいのかな。だからそういうのは持ってるよな。それは魅力だよな。え、あ、まあそれはもちろん退屈なんてことは思ってませんし、その、先輩はすごく可愛いですから。例えばさっきの料理とか、
見た目も綺麗で味だって文句なくて、そういう家庭的なところも魅力です。嬉しすぎて俺、さっきの料理を待ち受けにしようかと考えてるくらい。あ、そうなんだ。って、さすがにちょっとキモいですね。すみません。そんなことはないけど、ちょっと後悔。そこまで喜んでもらえて、待ち受けにされちゃうなら、もっと可愛い料理を作ればよかったね。いえ、大丈夫ですよ。それに、先輩の一番の魅力は、その中身だと思いますから。私なんて、中身がない空っぽだよ。まあ、空っぽな奴がいればな。まあでもさ、実際、能力がね、こう、働かないからな。どういうことなんだろうね。だから、先輩は空っぽなんかじゃありません。だって、諦めてないじゃないですか。先輩は自分自身を退屈とかつまらないって卑下してますけど、ちゃんと変えたいって思ってる。だから学生会に入ったり、おかけんに入ったり、何かを見つけようと変化を求めて、一人でもちゃんと努力をしてるじゃないですか。ああ。でも、結局、何も見つけられてないわけだし。それでも、ちゃんと頑張り続けてる。まっすぐに努力し続けることができるのは、とても魅力的なポイントだと思います。だから先輩は、とても魅力的な人だと思います、よ。徐々に、俺の言葉が尻すぼみになる。なんかすごいこと言ってるよな。めちゃめちゃフォローしてるけど、もうなんか仲間告白みたいな感じになってんだよな。うわ、言っててなんかすごく恥ずかしくなってきた。俺、今、ものすごく臭いことを言ってたんじゃないか？しかも、チンプ。チンプだったよね、チンプ。チンプって言うか、普通。無言の戸隠先輩。ああ、やっぱり引くよな。俺も今、自分で顔が真っ赤だってわかるぐらい、熱くなってる。いや、でも、俺は、でも、言っても別に悪くないよな、この状況だったら。そんな、オロオロする俺の前で、戸隠先輩は困った様子ながらも笑ってみせた。まさか、そんな風に褒められるなんて、そういうこと言われたのは初めてで、照れるな。どう答えればいいのかわからなくて、お姉さん困っちゃうよ。なんか、すみません。どうして謝っちゃうの？ここで謝ったりしたら台無しだよ。適当な嘘でおだてられたんじゃないかって、さっきの言葉を疑っちゃう。ああ、いや、そういうつもりじゃなかったんですけど。俺もこういうことは慣れてないので。あ、言い慣れてないので。とにかく、嘘や、おためごかしじゃないことだけは確かです。まっすぐに努力をする姿はとても魅力的です。ありがとう、しなくん。すごく嬉しいな。まさか、そんな風に言ってもらえるとは思ってなかったから。どうしよう、本当に嬉しい。胸がジュンってしてきた。おお、キュンね。そこはキュンですからね。ジュン。こだわるね、星野くん。こだわるね。まあ何でもいいけどな。うん、わかるよ。わかる。ジュンでもキュンでもまあまあまあ何でもいいんだけどね。そこにこだわるなっていうことで突っ込みな。こだわるね、星野くん。好きだわ。とても重要なところですから、純だと濡れてることになりますよ。まあ、まあ、若干そういう意味もな、入ってくるかも。終わるんかい。もうここでいいよ。送ってくれてありがとう。いえ、これぐらいは。あと、先輩。あの話を聞いたからって、俺は先輩の印象を変えたりしません。そう言ってもらえて安心した。というか、むしろ、さらにいい印象を持ちましたけどね。諦めずに努力する姿に。俺なんて思ってるだけだった。実際に行動を起こしたのはおかけんがあったからだ。確かにね。能動的というよりは、まあね、今は能動的にできてるけど、それまではやっぱこう、受動的な感じでね、やってたところもあったからな。あやちさんと出会わなければ、俺はきっとまだ思ってるだけで何も行動を起こしてなかっただろうな。あれもさ、なんか、やんなきゃいけないみたいな感じだったもんな。そのかけらを吸収しちゃったし、みたいな。
まあでもそれがね、逆に、まあ功を奏したんだけど。だからやっぱり俺にしてみれば先輩はすごいと思う。照れるからやめてってば。そんな風に褒めるのは。それに、それを言うなら星野くんもだよ。この女たらし。この女たらしが、なあ。はい？俺ですか？そうだよ。私のわがままに嫌な顔一つせず付き合ってくれたり、優しく受け入れてくれたり、そんなことをさらりとしてたら、星名くんこそ女の子を勘違いさせちゃうよ。すいませんね、主人公属性なもんでね、修二くんは。お姉さんとしては星名くんの今後が心配になっちゃう。天然たらし系になるんじゃないかって。そっか、じゃあ心配、お互い心配だから、じゃあさ、お互いくっついちゃうのはどうですか。天然たらし系。なれるものならなりたいですよ。たらし系とかリア充にな。修二、ちょっとイライラするから一旦黙ってようかな。俺なんかに勘違い、そんな女の子いるわけじゃないじゃないですか。やだな。これまでも人の頼みは断る。うわ、すごい目で見られてる。うわーつって、これだからつって、頼みは断らない優しい男としてやってきたのに、彼女ができたことはもちろん、誰かに告白すらされたことがない俺だぞ。今さらこれぐらいで勘違いするような女の子がいるとしたら、もっと前に告白する子がいてもいてくれてもよかったはずだ。いるわけないじゃないですか。なんだろう、あれ、目頭が熱くなって視界がちょっとぼやけてきた。そんなことないと思うけどな。お、だって現にただいま絶賛勘違い中の女の子が一人いるもん。はい、あの先輩、それってというか、え、さてどういう意味だろうね。どういう意味だろうな。あ、もう電車が来る時間だから、それじゃあバイバイ星名くん。先輩、また週明けに学院で。今日は本当にありがとうね。先輩ってば。俺の声を無視するように先輩はそのまま駅に向かっていった。まあでも心読めないから、あの甘酸っぱい感じがあるかどうかわからないと。なんかでもいいね、これ。まあこれが普通だからな。心なしかその歩みは普段よりも早い気がする。というか勘違いって、また俺をからかったのかな。先輩ってそういう人だから。そう思ってはいるんだけど、お前も自己評価低いよな。まあでも勘違いをね、する人よりは、まあでも自己評価低いぐらいがいいのかもしんないね、こういうのは。仕方ないもんな、こう、今までそういう人生だったし。あれ、なんか暑いな。もう、初冬だっていうのに、なんでこんなに暑いんだろう。体温があったかいんじゃないか。それに鼓動も痛いくらいだ。やばい、これ。まるで熱でもあるみたいな。しかもかなりの高熱だ。よかったな。タンタイムー、おかえりー。ということで、じゃあ今回はここまでにしようか。いやー、いい回だったな。ちょっと喋りすぎたけどね、途中。いやー、しかし今回は、いやー、あの一枚絵がね、めちゃめちゃ良かったな。あの、煮物とか作れる、やっぱ、トウコさんは、嫁に欲しいね。なんかさ、誰だったっけ、まひろ先輩の時もそうだったんだけど、だいたいやっぱさ、もう、エプロン姿で、あの時はカレーだったかな。もう、あえてさ、飯作ってくれる先輩が来たらさ、もう嫁に欲しいってなるよね。あんなね、胸大きくて可愛い先輩来たら。いやー、はい、ということで、例のシーンはいつなのかな。あとまあマジでね、このまあ能力が使えないね、その使えないっていうか、その能力が効かない状況っていうのが今までね、ちょっと本当によくわかんない状態なんで、うん、修二君も寝ちゃうしね。いやー、その寝ちゃうみたいなのが何かね、関係するのかなとかって若干見てたりはしてたんだけど、まあなんか関係なさそうだったり、うん、まあなんかよくわかんないなと、うん、何か手がかりあんのかなと思って見てたけど、全然よくわかんなかったんで、まあ、今後もちょっといろいろ期待ですね。ということで、じゃあお疲れ様でした。バイバイ。